んにちは、ミルキーなおです。というか今時間が23時27分ということで、まあ夜なので本当はこんばんはなんですが、今日今風呂上がりです。あとはちょっとコンタクトを外してもう寝るだけなんですけれども、どういうことかと言いますと、まあ、いろんなダイエット関係の YouTube 見てたら、やっぱりポイントは肩甲骨とあと骨盤、股関節の運動をメインとしている、これが一番ダイエットにはいいですよみたいな感じで言われているので、まあ、そうなんでしょうね。実際ね、私はちょっとまだ身をもって体験してないんですけれども、なので今日夜寝る前と明日の朝起きた時にこの股関節のストレッチをしようかなと思います。これ本当は毎日やります、その様子をお伝えしますだったらいいんですけれども、毎日ねできる自信はねあんまりないんですよ。ただこの間コメントじゃないやメールで、なおさんと一緒に、なおさんが運動している時に一緒にダイエットの運動をしてます、なので運動動画いっぱい上げてください私のためにとかいう嬉しいメッセージもいただきましたので、はい、やりましょう一緒にということで、まずは股関節のストレッチ、夜寝る前バージョンです。足が、まあ、全部映らないけどいいや。前はねもっと開いてたんですけど、まあ、これくらいかな、こんなもんかな。一応ね昔はお芝居とかやるたんびに必ずこう股関節の柔軟、股関節の柔軟はダイエットにいいって言いますけれども、やっぱりこの声の通りも股関節大事なので柔軟をしてるんですけど、ああ硬くなってる、硬くなってる、あ全然ですね、全然ですね。ちょっとまずは普通に前屈から、うわあ硬い、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、そしてまだね左膝が本調子ではないので、ちょっと左膝は今回右膝だけ引こうかな、こんな感じで。やっぱり膝を悪くするといろいろ不便ですね。はい、股関節を緩めていきます。そして改めて開脚、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、そして前に倒します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、わお本当はこれ毎日やった方がいいんですけれども、というかこれだけでも毎日やろうかなっていうぐらいちょっと硬くなってますね。お風呂上がりにちょっとやろうかな、まあ、できる範囲で無理なくやりたいと思います。では次は明日の朝頑張りたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。はい、おはようございます。今が6時17分起きて5分ぐらいかな、起きて5分ぐらい経ったところです。まだコンタクト入れる前なのでメガネで失礼いたします。昨日の夜ね、股関節のストレッチを寝る前と朝起きた時にしたらいいよということだったので寝る前やりました。ということで朝の股関節ストレッチをしたいと思います。めっちゃストレッチしてる小次郎、ちょっと見えてないかもしれないけど、はい、ということで伸びてるねよろしくお願いいたします。はい、ということでこれからストレッチをしていきたいと思います。まずは昨日とうわー
同じように前屈って思ったんですけれども、めっちゃ硬い。この上でいきたいと思います。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。やばい、硬い。昨日も硬いなと思ったけど、今日はさらに硬いね。そして、あ、その前に股関節のね、あ、ちょっとやっぱり膝の調子は朝はダメですね。こっちだけちょっとパタパタします。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。これ本当に一緒にやってくれる人いるのかな。はい、足を、あー開かんな、きついきついきつい。はい、じゃあ前に行きます。はい、あ、でもあなたゴロゴロするね。そうね、朝からいきなりね俺を構えてね、ごめんごめん、後からゆっくり遊びましょう。はい、まずはストレッチさせてください。よいしょ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。こんなもんかもしれません。じゃあこっち、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。昨日の夜硬くなったなとか思ってて、夜寝る前だけでもやった方がいいかなとか思ってたんですけれどもね、朝起きてからもやった方がいいのかな、時間と心に余裕があれば。ということで、寝る前とあと朝起きてすぐに股関節ストレッチをやってみたでした。今日も素敵な一日を。ミルキーナオでした。バイバイ。